加古川市平岡町新在家。加古川東インターのすぐ北にある道林山大蔵寺。参道手前に墓地があります。その中に土を持って石が置かれた素朴な墓が見られます。これは古い時代の三枚という墓で、この寺には今もそのまま残っています。山門に差し掛かる右手奥には弁天堂があります。大蔵寺の歴史は古く、奈良時代の白治4年653年に宝道仙人によって作られました。平安時代には第58代高光天皇の祈願所となり、次の宇多天皇は退位した後出家し、この寺に隠居したと言われています。かつては真言宗の寺で広大な寺領を持ち、近くの寺台家はもともとこの寺の領殿を潤すために作られたものと言われています。山門は細やかな板彫刻が施されています。門扉に花が、その両横には獅子、上には竜が彫られています。山門をくぐると正面に木造の観音堂があります。25年に一度開帳される秘仏の11面千手千眼観音が祀られています。この観音様は鎌倉時代の仏師運慶と丹慶の合作と言われています。この観音様には父と子の伝説が伝わっています。離れ離れに暮らしていた父と子に観音様が夢で話しかけます。父運慶には左半分の像を作り、それを背負って西へ向かうと子に会えると。また子丹慶には右半分の像を作り、それを背負って東へ向かうと父に会えるというのです。加古川を渡り野口村まで来た丹慶が腰を下ろして休んでいると、隣に東の方から来た男が背負っていた荷物を下ろします。そこで二人は対面し、お互いが背負っていた左右半分ずつの像を合わせたところ、見事に一体の観音様となり光り輝き出しました。丹慶がこの半身の像を横に背負っていたことから、この観音様を横追いの観音様と名付けて、村人たちは大切に祀りました。運慶と丹慶が出会えて腰を下ろした腰掛け石や出会いの松が今も近くの野口町の高神社に残されています。観音堂の右奥に宝道仙人が祀られた開山堂があります。観音堂から渡り廊下で続いた本堂には曹洞宗の本尊である釈迦牟尼仏が祀られています。本堂の前は手入れの行き届いた回遊式の日本庭園が広がり、琴の音色に聞こえる水琴窟の水の音が参拝者の耳を楽しませてくれます。春の桜など四季折々の花が咲く緑豊かな境内には、世の中の喧騒を忘れさせてくれそうな癒しの空間が広がります。江戸時代、元禄年間に真言宗から曹洞宗に変わり、現在は座禅や永山化、写経が盛んに行われ、播磨西国33観世音霊場巡りの第29番の札所になっています。